はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、五条悟を書いていきたいと思います。まず輪郭から書いていきます。輪郭は割とこの顎をしっかり作ってカクカクさせると術っぽくなります。だいたい今回ちょっとだけ寄せるんですけど、この真ん中の中心線を引いて、この顎のとことか頬骨のとこがだいたい同じような幅で、このあたりは輪郭の描き方講座で詳しく解説していますので、よかったらそちらもご覧いただけたらと思います。概要欄にリンク貼っておきますね。今引いた中心線に穴が来るので、穴を先に描いていきます。で、目を描いていきます。五条悟の目は縁を白抜きにして、白抜きで、ちょっとまつげ長いみたいな感じなので、ちょっと難しいんですけど、意外となんかまつげ長めので、瞳を描いていきます。瞳はここ、ハイライトの白をちょっと抜いておきます。ちょっとハイライトに気が甘いので、中心に向かって瞳にこうなんか集中線を引くようなイメージで下のラインですね。で、二重のラインを描いて、眉毛も白抜きです。で、ちょっとここ目のシワ的なのを入れて、で、反対側の目を描いてみます。これアニメの場合ってちょっと影がつくので、ちょっと鼻の影入れときますね。入れた方が分かりやすいね。で、なんで入れたかっていうと、ここが鼻からつながってここに眉毛がくるんですよ。で、眉毛が来て、で、ここにこれ瞳のラインですね。また同じようにまつ毛描いて、で、瞳ハイライトで白抜きして、瞳結構丸く描いて縁を黒くする感じですね。瞳の黒を描いて真ん中に向けて、で、下のラインですね。下のラインがもうほぼ結構目とくっつくような感じで、やっぱきれいはっきりつながってるとなんかちょっと違和感があるので、ちょっとぼかすような感じにして、で、口描いていきます。唇はかなり薄めですね。で、耳を描いていきます。先に耳は大体この目の横のラインに来ます。で、左右の耳の高さはほとんど同じような感じに来るので、この辺りに大体同じかなっていうところに耳が来ます。で、先に首描いておきますね。これもほとんど襟で隠れますけど、もう全部描いていきます。なんだか、もう書かないと分かんないからですね。一応もう体は別に書かなくていいですよ。書かなくていいんですけど、一応書いておきます。で、これ目の布を下ろしてる絵なので、手を書いていきますね。これ、人差し指ですね。人差し指で布を下ろしています。この、なんですかね、一番拳の、しっかりした関節はちょっと割としっかりな感じで、で、布ですね。布は下ろしてくるのが大体こう引っ張って、ここで人差し指でこうグーンって引っ張ってる感じなので、
端の方が考えてこの上かな。で、あと襟ですね。襟はこれ多分一緒にちょっと若干引っ張られてると思うんですけど、こう書かないですけど、こう繋がっていきますね。で、肩まで描いたのは結局この襟の高さを見極めるためです。重なってるのは後で消していきます。髪の毛描いていきます。まず真ん中にちょっと。コジのサドルは結構毛束を細かめに。上げてるときは割と一つ一つの毛束でか大きいんですけど、下ろしたときは割と一つ一つの毛束をかなり細かめに描きます。で、真ん中にちょっとこっち向きの。ここの毛束は割と大きめです。で、あとはもう細かい毛束を作っていきます。で、この耳横は顔に変わってくる。ラインが2本あります。これもあと輪郭消していくからどんどん気にせずかぶせていっていいですよ。で、ここから外跳ねしていきます。これも結構大きいの作ったり小さいの作ったりって強弱をつけながらやるといい感じになります。で、反対側やっていきます。結構目にはかかっていきますね。こっちも右、右、こっち外から見ると左ですけど、右と同じく顔にかかっていく大きな毛束があります。で、ここはまたちょっと外を跳ね、結構耳はだから隠れちゃうんですけど、で、でここからちょっと大きめの毛束で外を跳ねさせていきます。で、ちょっと細い毛を混ぜる。で、また大きな毛束を作ってって感じですかね。消すの忘れてた。この体描いてた線消していきます。これはもう輪郭はほぼ消えちゃうんですけど、これ描かないとこの布がどこまで来るのかとか全くわからないので、必ず描くようにしてください。で、最後に黒い部分にタッチ入れていきます。まず布から入れます。ここでもちょっと引っ張られてますね。こうやってしょ。で、あと上の服は、真ん中にラインがあるので、あ、首筋きすぎ。髪の毛とあと輪郭とか重なってるところを消していきます。結構細かいんですけどね、ちょっと地道な作業になりますが、はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。